どうも、マサダイです。今日はプロ野球チップスのすごいやつ。カルビープロ野球チップスオールスターズ。というわけで今回ね、プロ野球チップスの、なんかすごそうなやつ買ってきました。オールスターズです。どうやらね、キラーカード確定らしいですよ。なんだこのスマホゲームでありそうななんとか確定みたいな。いやー、キラ確定はすごいね。しかもお菓子のやつでしょ。多分ね、初めてだと思います僕。キラカード確定だよ。まあでもね、その代わりいつも2枚入ってるんだけど、まあ1枚だけらしいです今回。そして前回ですね、ちょうどプロ野球チップスやった時に、なんか野球賭博問題がね、なんかメディアでね、なんか取り沙汰されてたけど、今回ですね、もちろんありますよ、揚げ足引っ張るようなネタが。そう、清原の薬物問題。昔はさ、なんか相撲のさ、なんか八百長とかがあってさ、相撲悪いイメージがあったんだけど、最近ちょっとね、野球もね、ちょっと怪しくなってきましたよ。今度サッカー行っちゃうのかな。怖いね。サッカーまでは行ってほしくないです。引退したからってね、元をたどれば野球界のスターだった人ですからね、あれ。ダメだよ。まあね、時事ネタはこの辺にしといて、早速プロ野球チップスオールスターズ開けたいと思います。今回もね、ポテチは開けません。カードのみ開けます。まあ多分ね、きっとね、僕みたいにね、あんまり野球詳しくない方でもね、知ってるような人が出てくるんじゃないかなと思ってます。出るのかな。それでは早速一つ目開けまーす。それではプロ野球チップスキラ確定カードオープン。ぽい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 。お、ほんとだ、キラだ。ほんとにキラだよ。横浜だね。横浜ベイスターズの、梶谷。残念ながら私はね、そんな野球詳しい人間ではないので、存じ上げてません。ロースト。それではプロ野球チップスキラ確定カードオープン。ぽよぽよぽよぽっ。あー、これもわかんないな。松井一夫。あ、でも聞いたことあるぞ、松井一夫。楽天です。でも楽天つったらさ、今やっぱりオコエじゃない。オコエ。というわけで今回この2枚です。残念ながらね、僕あんまり、詳しくないのでね、ピンとこんですけど、すごいよ。でもキラだよこれ。2枚ともキラです。どうやらね、このキラカード36種類あるそうです。皆さんぜひ集めてください。皆さんの中でね、野球が好きだ、プロ野球チップスのカード集めているぞという方はね、ぜひね、このプロ野球チップスオールスターズ買ってみてください。